はいどうも、パンケーキこと岸井亮太と申します。ひらめいたパンケーキピコーン。ね、どうしてもこの世の中からなくならない、このスプラトゥーン界隈からなくならない、それは味方批判です。そう、僕もね、ちょっと気をつけてはいるんですけど、まあね、最近配信中でも結構荒れてたりするので、どうしたらいいかなと思って、今後ですね、私クリーンな実況者を目指すために、その配信中や動画内で味方批判をするごとに100円貯金したいと思います。ので、皆さんちょっとそういう放送とか動画とかで、なんか今のちょっとレッドカードなんじゃないかって思ったら、そこの時間を指定してちょっと言ってくれたら、僕貯金していきますので、ちょっとお願いします。ではガチマッチの方行っていきましょう。まあね、まあ全然たまんないと思うけどね。うん、言わなきゃいいんすよ。はい、ガチホコバトル、ハコフグ倉庫行っていきましょう。ほら、なんかさ、味方批判とかする人がいるから、ごめんなさい、許してって名前の人とかね。こうやってなんかもう、ガチマッチをやること自体がもう怖くなってる人もいるんだから、やっぱクリーンでいかないと。スプラトゥーンはクリーンなゲーム。ナイス。いや、なんかいる後ろ、すいません。もうちょっとだ、ナイス。ここまで仕事せず、はい、やりー。ナイス。なんか後ろいる。はい、やりー。見えているんだな。お、え、4発取ったの？え、あ、こいつ別のやつか。結構当てたのになと思ったけど、別のやつだった。申し訳ねえ。今のやれてたらな、2人ともやってたら結構でかかったけど、まさかまさかだったな。3発当てられてたな。どんまいやで、どんまいやで。よいしょ、行くじょ行くじょ。あ、僕ちなみにこういうなんかルール作ったじゃないですか。味方批判した100円貯金っていうルール作ったからには、マジでその貯金しないように気をつけますんで。むしろね、クリーンであればあるほどいいんで、まあそのネタとかでもゆったりしないように気をつけるんで。まあ、貯金額ゼロになるようにね、気をつけます。今何位置かよ。惜しいな。よいしょ。お、なんか右いそうだな。
あと一発。やば、奪われてる、やばい、行かれてるよー。ナイス、残り1分だ。ほい、いや当たんねえんだけど、なんで。ああやばい、あーこう有利な状況作れたりしてるから。やばい。敵多すぎ。しゃあないか、これは。ふいーん、ドゥーン。というわけで、今回からちょっと決まり事を作っていきますので、よろしくお願いいたします。ではでは。